はい、皆さんこんにちは、アチェでございます。太鼓リシネ5ですね。パート110になります。なかなかね、長く来ましたね。長く来てるんですけども、とりあえずですね、やっていきたいと思います。一色さんを攻めろということなんですけども、相変わらずかね、ここもね、あれでしたね、大義名分がないんでね。一色さんをね、ちょっと説得に行こうかなと。直轄じゃなくて居城ですね。なんかね、そっか、宮津ってここだったのか。意外に近いですね。あ、バレましたか。でも何遍もできるんですよね。はい、戦力情報で。おお、いるなぁ。1万5000人もいるわ。でも考えたらね、あれですね。あ、1人病気か。でもよくよく考えるとね、5万人いたね。さっきのとこ落とせたんでね。これ、あら？しゃあないなぁ。腕がしびれて、しびれに効く薬、もう万能薬しかねえだろう。そこそこ効いた気がか。よいしょ。そっか、帰ってくれか。オバマなんかあったっけ。長介さん、誰あんた、海賊。あ、海賊か。これってなんかできんのかい。売却購入いいのなんかないですよね。4しかないですもんね。不足、鎖不足、脇差し。物品売却、鉄砲購入、贈り物、外交、まあ、とりあえず茶席でね。あ、外交金いるのか。そうですね。そっか、座に行っても仕方ないし。とりあえずね、今日の町に行きましょう。今日の町だったら薬ないかな。今日の町来ましたね。職人宅で何かできるのかな。何の御用、何の御用。所持品鑑定。あ、そっか、なんか持ってたな。わあ、なんかひび入ってるね、この茶器ね。うわあ、おお、そういうことか。で、じゃあね、南蛮じゃなくて石宅に行きましょうか。どうかなされましたかと。薬なんかいいのない。あ、一緒か。あ、ひょっとしたら自分で作らないといけないかもしれないですね。石の指示。あ、もう何もないと。あ、心から分かり合えてるんですけど仲間になってくれないよと。じゃあね、とりあえず堺の町でね、茶器を鑑定してもらいましょう。いい茶器だったらいいですけどね。さて、茶器なんかいいの買える。ないもんね、ないもんね。これで、お、高麗茶碗でございますねと。価値4か。価値4はダメだな。お、30日で50巻。こんなとこで遊んでるわけにはいかないんですけどね。あ、やりましょう。いや、説明いいですよ。記憶なんでね。黄黒白白青黒白、黄黒白白青黒白、黄白白黄白白青黒。あれ、白白
いや全然違うぞこれ。あー思いっきり間違えたような気がする。精進用か、黄黒か、青黄緑黒黄黄白黄黒黄黄黄白青黄緑黒黄白白、あっちゃー黄黄か、黄青黄黄緑緑、あこれいけた、青黄黄緑、あ緑緑白、あらダメだこれ、赤緑黄赤白白緑、赤青黄緑赤白白、うにゃ全然違う、あダメだもうこれ、ダメだダメだ、緑白緑黄黒黄青、緑白緑黄黒緑白緑黄、黒だったかな、青白、いや違うなこれ、あ絶対ダメだわ、ダメだわこれはダメだ、お見事ないわ、はいはい、こらまずいな、かなりなバカ露呈しましたね、いやまあいいかとりあえず、あらわー攻め込んじゃってら、あーちょっと味方がなんか攻めちゃってますね、交戦中の弾入りません、仕方がないですね、あっちゃ、剣士いないかい、もう送り物しちゃおう剣士ね、その人の披露儀はマジな、弓もマジな、航路これでどう、価値5、あ魅力値上がってんのか、こういうところでね、こういうところで金塊ダメね、こういうところで弓道ことしてたら多分ダメなんでしょうね、まあ香水でいいか、これはこれは、おかなり喜んでくれた、ほほー保健師茶席できないのかい、あ茶席できないのか、うん、お素晴らしいとね、おいいですね、あこっちは全然いけますね、柿崎さん、柿崎さんはどうだったっけ、あ喜んでくれないですよね、北条さんね、あ、喜んでくれました、あ、いいねいいねいいですね、何かいただけますか、何かいただけますか、2以上2以上2以上だったんで金塊あげよう、わ、素晴らしい一品でございます、あーね、あらら、あー攻略しちゃったしちゃったわ、あらら、風邪薬と特効薬が意味なくなっちゃいましたね、意味なくなっちゃいましたね、お、いいですね、あ、いいですね、お、うん、もうせずともよい、うん、そうですね、直江さんね、直江さんもうちょっと時間かかりそうですね、本庄さん、おお喜んでくれましたね、あいいですねいいですね、はい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 、直江さん行けましたね、次花房さん、この人喜んでくれたっけ、あそっか喜んでくれないんだ、花房さんダメでしょ、おや福島さんはボコボコにされるんでね、影虎さん、あこれもダメなのかな、あ素晴らしい、いきますね、
で川田さん、お顔の記憶は全然ない。おいいですね、いいですよ。で、あ、小西さんももらって、斉藤さん、お、この人は、あー、それなりか、平均値は高いような感じですけどね。あ、とってもいいですね、来ました。じゃあ次誰、この人、ちさか影ちかさんって呼んでいいのかな。さあ、さあ、おお、とっても喜んでくれました。ただカードくれませんでしたね。今度こうかな、しきべさん、おお、喜んでくれました。お、来た来た来た、あ、あー、またね、値が高騰しなきゃ。あー、これ止め方わかんないよね。あらら、ちさかって2人いるの、ひょっとして。あ、まだやり直しになったわ。おお、剣心ね、剣心どうしよう、剣心ね、送り物しかないね。剣心何送ろう、国内、まあ、一本押しちゃダメね。財宝か、財宝やるか。あ、こいつをほんま出し惜しみやがったか、もう手合わせしてくんない。もうボッコボコにされるのは目に見えてますよね。ねえ、あ、どうしたらいいんだろう、これね、剣士なんか勝てる気がしないわ。うわ、冗談、お、あっぶんだ。ちょっと待って、どう、どうなのこれ、こうか。おお、剣士強すぎるわ、おい、こいつニュータイプか。まだまだでございますな、まだまだだな、剣士強すぎるわ。あ、誰が来たなと。お、おお、極意を教授賜りたく。あ、手本見せましょうか。あ、いや、いいよ、いいけど、もう並びなんか選べないでしょ、あんまり選んだってことわかんないんでね。ね、2と2でしょ、で、1と1ですね。お、ちょっとなんかまずいか。1と1取るでしょ。2と2いけるかい。あ、無理か。あ、やばい。やばいんじゃねえか。あー、やばいな。あ、やばいっていうか、できねえ。これ無理でしょ。あららららららら。あと、打ち出すね。打ち、ないぞ。わ、これ無理だ、最悪やな、これ無理で、無理だわ。あ、もうちょっと考えればよかった、無理ね。あれは久しぶり、これは結構実は得意な方だったんですけどね、ごめんなさい。精進のあるのみでございますが、すいませんね、この程度とは。あ、怒られちった、怒られてはないですけど。じゃあね、じゃあちょっと休養ということで、いや、体力回復までね、17日ですけど、薬を持って無効薬使ってみようか。うわ、体調が良くなったようだぞ。え、ちょっと待って、良くなったような気がしたのに全然なんですけど、畠山家、顔色が悪いと。で、薬で、もう風邪薬いけんのかな。ああ、良くなったな。はい、
会ね、お茶会を開きましょうねと。さあ表情の間で、人事精進、みんなあげましょう。ちょっと待って、ああそうか、みんな足があるとかか。指名伝達ね。はい、かにやんでる。ああそっか。一括伝達にしよっかな。お金いっぱいあるでしょ。軍備優先で、なしとで、加藤もなしで、そっか、浮田がいたら、浮田がいて加藤までやっちゃうと、浮田さんね、浮田さん何しよっかな。治安工場ね。で、神兵衛さんなしね。で、半兵衛さんもなしね。で、これの中で、八塚さんね、八塚さん治安向上し、八塚さんちょっと残念ですけどね、スタメンから外れちゃったんですけどね。福島さんも治安向上しましょう。で、この人ね、花房さん、あなた訓練できるか。できるか。で、村国さん。できないね。侍だ。小西さんね。小西さん、鉄砲購入やらせてもすっごいの持ってきそうですけどね。まあ、いいか。で、合戦。間違えた。誰だっけ、畠山家ね。これまた何か言われるのかな。畠山家。あらら、こっちか。畠山家、居城。これまた、居城か。あ、どっちも居城か。あ、こっち、あ、遠いな。でもいいか。よし。攻め込む。いや、もう行きますよと。行きましょう。あ、謙信来たわ。謙信来ちゃったよ。ね。7000。軍資金6万。そんないらないでしょう。1万にしときましょう。でね、兵糧はね、兵糧は5万。ね。で、行きましょうと。はい。援軍要請しましょう。誰に行こうかな。そうですね、筒井家に応援お願いしましょうか。あ、謝礼金がいいのか。これやだな。ここに攻め込むんだから近いのここかな。ここはどうなの。1万1000じゃダメだな。あ、見えないんですけど。あららららららら。あ、なんか通っちゃったわ。出せぬと。ああ、まあいいでしょ。あれ？ああ、ちょっと時間来ちゃってますね。よし。ちょっとこの画面でね、止めましょう。じゃあね、太鼓立志伝5、パート110ですね。この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。